冬は沖坂とは、東京都千代田区九段北一丁目にある坂である。中坂に北に位置し、フィリピン大使公邸と、和洋球団女子高等学校に挟まれ、坂下には、ホテルグランドパレスが見える。やや急な傾斜の、ひっそりとした坂。東方目白通りに下る坂が冬は沖坂である。餅の木坂、餅木坂、万年坂とも言う。名称の由来には、諸説あるが、 主に以下の二つが挙げられる。千代田区が設置した標識によれば、1697年の大火災後、そよごき坂より北側には武家屋敷が広がり、南側には元井田町があった。その坂の途中にあった武家屋敷に植えられていた古木が持ちの木であるということから名付けられた。明治時代、坂上の東角には JR 中央線の前身である。 神武鉄道の建設に力を尽くし、社長を務めた、天宮慶次郎の邸宅があった。新編江戸市には、このところを、そよごき坂ということ、いにしえ古びたる餅の基準ありしよりどころの名と呼びしと、いえども、さにはあらず、この坂の傍らに、ここんめの知れざる峠来て年降りたる、常番にありとぞ、目には、餅の木と美馬が減り、 この木、先の日の絵馬の災いに焼けて、再び枝葉を表せしとなん。今は、磯野市の屋敷の中にありで、その木、彼の家木に正しく印ありと異えりと、昔この坂のそばに餅の木に似た名前の、はっきりわからない時は木があり、そこからこの坂に餅の木の名前がついたようだが、火災で燃えてしまった、とある。ありがとうございます。